団長、ご苦労だった。だが少し疲労が感じられるな。気のせいじゃねえか。ガウェインが手伝ってくれたおかげでかなり助かったし。いや、体が認識できていないだけだろう。小さな疲労はやがて大きな怪我につながる恐れもある。無理は禁物だ。幸い俺の祖国が近くにある。休息を取るために立ち寄ってみるのはどうか。あ、そうですね。なんだか疲れてたかもです。ダルモア公国で休みましょう。なあ、もしかしてだけど故郷の様子が気になってるだけなんじゃ。B さん、 C ですよ。聞こえているぞ。お前いろいろ変わったけど変なところで素直じゃねえのは相変わらずだよな。ちっ、やかましい。まあいいや、寄ってこいぜ。久々にフロレンスの顔も見たいしな。ああ、人気者でしたね。国民の信頼を一身に集めるあなたを見て私はとても誇らしかったですよ。見ていたのか、フロレンス。あまり茶化してくれるな。団長さんたちもご無沙汰しています。よく来てくださいましたね。お久しぶりです、フロレンスさん。また会えて嬉しいです。私もですよ、ルリアさん。今日はどうなさったんですか？ガウェインがダルモアの様子が気になってたみたいだからちょっと寄ってみたんだ。おのれ、全部言うやつがあるか。まあ、それは心配してくれたんですね。安心してください。この国は平和そのもの。あなたの活躍のおかげですよ。まったく、俺だけの手柄のように語るな。騎士団、魔導士団、ハイランド陛下、国民、この国を思う者がいてこそ維持された平和だろう。当然、フロレンス、お前の尽力もある。ガウェイン。だが、代わりがないのならば、それでいい。団長から結社について、妙な話を聞かされていたからな。胸騒ぎがしていたんだ。フェードラッヘの件ですね。私も報告を受けています。ダルモアも同盟国であるウェールズとフェードラッヘと協力し結社の調査を進めている最中です。進展は芳しくありませんが。そうか、何かあれば俺たちにすぐに共有しろ。あいたま、俺らたちすぐに駆けつけるぜ。頼もしい限りだね、ガウェイン。ん？グレーンじゃないか。相変わらずしょげた顔をしているな。これでも元気いっぱいなんだけどね。君の方こそ時が経っても変わらな。いや、失礼した。随分と変わったね。素晴らしい凱旋だったよ。貴様まで茶化してくれるな。この方はグレーン。ガウェインとは昔同じ騎士団で仲良くしていただいていた方です。違う、俺がしてやっていたんだ。こら、ガウェイン、親しき仲にも礼儀ありですよ。だいたい間違いないから大丈夫だよ。どうも皆さん、現ダルモア騎士団団長のグレーンです。騎士団長だと？貴様は前まで副団長ではなかったか？ああ、ごめんなさい。伝えるのが随分と遅くなってしまいましたね。実はピートの失脚後、副団長だったグレーンに騎士団長をお願いすることになったのです。不相応な地位だとは僕も理解しているよ。謙遜なさらないでください。あなたのおかげで今の騎士団が混乱せずに済んでいるのですから。
面倒ごとをうまくこなすことだけは昔から得意だからね。そうか、貴様が騎士団長か。危機的状況だな。ガウェインさん！いいんだよお嬢さん、僕も同意見だし、それに彼は僕をけなしたわけじゃない。おえ？こいつの人柄の良さは団長にも匹敵する。事実俺も何度も助けられた。人徳だけを考えれば団長の座はふさわしいだろう。だがグレーンはピートと比べて剣の腕がかなり劣る。まったくその通りで、僕は後方支援が得意でね、先陣を切って進む力はないんだ。そんな僕が騎士団長を務めなければならないほど、今の騎士団は人手不足、非力なんだ。ごめんなさい、グレーン。君が謝ることじゃないよ。それに、みんなが与えてくれた役割の重要性は理解してる。いずれ、剣術と指揮に秀でた騎士が育てば、団長を交代して、また僕は支援に徹するつもりさ。それまでは団長として騎士団をしっかり守っていくよ。立派じゃねえか。でも国を守る騎士団が非力っていうのは確かにちょっと危機的状況かもな。ほう、全く同じ結論に至るとはな。さすが団長だ。俺がしばらくの間貴様らを鍛えてやる。それはとてもありがたいけど、まあ現実的ではないかな。ああ、俺が団を離れることはない。だが手を貸すことはできるぞ。鍛錬の指導という形でな。それはありがたい。君の指導だったらきっと騎士団のみんなも喜ぶよ。ですが団長さんたちのご都合は大丈夫なのでしょうか。まあ大丈夫だぜ。それに前も言っただろ、私たちも一緒にダルモア公国を守りますって。鍛錬がダルモア公国を守ることにつながるのなら喜んで私たちも協力しますよ。皆さんありがとうございます。というわけだ。しばらくの間よろしく頼むぞ。こちらこそ。おい貴様、なぜ剣を振るうのをやめた。あ、バカバカしいからだ。なんだと貴様。おいベルシラック、ガウェインさんになんて口を聞くんだ。せっかく指導していただけてるのに。ザコは黙ってろ。俺に一度でも一騎打ちで勝ててから物を言え。貴様。まあまあ落ち着いて。ベルシラック、何か思うことがあったんだろう。話してみてくれないか。はあ、めんどくせえ。なんで俺があんたの指図なんか受けなきゃなんねえんだ。君は賢いから僕が見落としたことにも気づいているんじゃないかと思ってね。お願いできないかい。ちっ、そこまで言われちゃ仕方ねえな。なんだこいつは。上官であるグレーンにもこんな態度を取るとは。ガウェイン、グレーン、あんたらが一番よく分かってんだろ。こんなぬるい鍛錬が無意味だってこと。こいつらは才能も力もない。こんな石ころども鍛えるだけ無駄なんだよ。なるほど、確かにこいつらは石ころだ。それには同意しよう。そんな。だがそれは今だけの話だ。磨けば必ず光ってくる。俺が保証する。ガウェインさん。
マジで言ってんの？バカバカしくてあくびが出るぜ。貴様、先ほどの言い分、まるで自分には才能や力があるとでも言いたげだったな。ああ、あるね、あるとも。ここにいる誰にだって負けないものを持ってるぜ。そこの団長の座にふさわしくないヤサ男よりもすごいものをな。あっ、こりゃ耳が痛い。ヘラヘラすんなよ。無能なんだからさっさと団長なんてやめちまえばいいのに。おい小僧、それ以上の愚弄は許さんぞ。許さなかったらどうするんだ？一騎打ちでもしてくれるか、英雄さんよ。ベルシラック、いくらなんでもそれは。あんたは黙ってろ。ここにいる誰にだって負けない才能と力を持っていると言ったな。それはもちろん俺を含んでいるな。当然。面白い。ならば証明してみせろ。望み通り一騎打ちだ。おいガウィン、僕は気にしてないから。第一、君が本気を出したら。安心しろ、手加減はする。うん、そうか。本当に頼むよ。ああ、怪我はさせん。さあ、かかってこい小僧。ほう、フロレンスと同じ幻術を使えるのか。これが貴様の力か。こんなものじゃないぜ、見てろ。どうだ、あんたの攻撃なんて当たらないんだよ。くらえ。どうした、声も出ないか。ああ、呆れてな。なんだと。よもやこの俺に数で勝負を仕掛けるとはな。バカにも程があるだろう。ち、そこまで言うならこの術を破ってみやがれ。に全部攻撃できんのかよ。貴様はバカか。だと？ウェールズの軍勢にもフュージョンの軍勢にも劣る数しか出せないのに、才能と力をおごるからバカだと言ったんだ。そうだ、ガウェインさんはたった一人で大軍を退けた英雄なんだぞ。ち、そんなこと知ってるなあ。どっか行っちまったな。申し訳ない、手間をかけさせたね。貴様が謝る道理はないだろう。それがそうでもないんだ。ベルシラックは僕の甥っ子でね、君の手を煩わせないようにはしたかったんだけど、すっかり舐められてしまって。おい？そうか、なら、あの術にも合点がいくな。どういうことですか？グレーンは魔導士の家系で、
治癒術に長けていてな。だからこいつは後方支援向きなんだ。けど、ベルシラックは違う。僕と違って、前線でも通用しうる幻術や金縛りが得意なんだ。すごいですね。フロレンスさんみたいです。あの人みたいになれたらよかったんだけど、実際のところ、僕もベルシラックも魔導士を目指すには魔力が少し弱くて、中途半端っていう方が正しいんだ。それと、一騎打ちにやたらとこだわってるのも気がかりなんだよな。そうか。難しいな。ああ、ダルモアに前例のない彼独自の戦術だからね。せめて連携が取れるようになれば、すぐにでも今の国に必要な力になってくれるのにな。年頃なのか、自分の得意性をアピールしたいみたいで、ろくに鍛錬もせず、自分と同じようにできない騎士を馬鹿にして、今じゃ孤立してるよ。めったに鍛錬にも顔を出さない。今日も来てくれるとは思ってなかったんだ。もしかしたら、ガウェインが目当てだったのかもね。だったらあの態度はねえだろう。まったく困ったやつだな。まあでも、できることなら彼の才能を生かしてあげたいんだ。僕も魔導士団には劣っても、戦線で応急処置を任せてもらえるのはすごく嬉しいから。まあ、舐められてる僕じゃ、稽古をつけてあげることも、指導することもままならないんだけど。己の力におごり高ぶり、周りを見下し、挙句孤立か。グレン、ベルシラックのことは俺に任せてくれないか。もちろん騎士団の鍛錬も引き続き行うことを約束する。え、いいのかい。貴様もよく知っているだろう、傲慢な馬鹿がたどる道よ。そうか、助かるよ。しくしょう、コケにしやがって。今のままじゃダメだ。もっと圧倒的な強さを。はあ、どうすりゃいいんだ。くそ。いってえな。どいつもこいつも。あ？これ、母さんの蔵書か？これだ！これなら！へそでも曲げたか。最後まで顔を出さないとはな。だが、一番と信じていた自信が砕かれることが屈辱的なのは理解できる。仕方がない、探しにでも行ってやる。グレーン様、緊急です。緊急の報告が。どうしたんだい。落ち着いて話してごらん。ありがとうございます。実はベルシラック殿の命が危ないとフロレンス様から電話で知らされまして。ベルシラックが？どういうことだ。今朝龍脈の様子がおかしいと報告があり、フロレンス様がすぐに転移で様子を見に行かれたのですが、そこで危機的な状況に陥ってるベルシラック殿を見つけたと緊急の連絡があったのです。それ以降フロレンス様からの連絡が途絶えてしまい、これ以上の状況がつかめていません。そうか、よく知らせてくれたね。ありがとう。龍脈の場所は？以前ガウェイン様が発見された洞窟です。そうか、ガウェイン。ああ、その場所ならばすぐに迎える。助かるよ。フロレンスが不在の中、騎士団長の僕までいなくなれば混乱が生じる可能性があるからね。それに万が一に備えなければならない。
貴様の判断は正しい。騎士団長になったのが貴様でよかった。ベルシラックは任せろ。その代わりここは任せたぞ。恩に着るよ。動いてはダメ。必ず助けますから。流脈の影響で魔物が。フロレンス、ベルシラック、無事か？何があった？ガウェイン、助かりました。ベルシラックが何らかの方法で流脈の魔力を放出させ、その身に浴びてしまったようなのです。今は私が彼を蝕む魔力を抑えていますが、流脈からの魔力の供給は続いていて、元を絶たねば命を奪われてしまいます。なんだと？なんてバカなことを。まだ間に合います。ですのでガウェイン、私が術に集中できるよう魔物の方を。わかった、団長も手を貸せ。何してんだよ。俺のことなんて放っておけよ。やかましい。誰が貴様のためだと言った？国のため、国民のため、この状態の流脈は放っておけん。だがな、貴様はダルモアを守る騎士団員だろう。ならば俺の仲間だ。俺が守ってやって当然だ。はい、すぐに助けますからね。もう少しの辛抱です。なんだよそれ。国を守るはずの騎士、守られてどうすんだよ。守られる騎士なんてよ、足手まといじゃねえか。貴様には教えてやらんといけないことが山ほどあるようだな。ますます見殺しにするわけにはいかん。守られる意味がわからんというのなら、人のぬくもりがわからんというのなら、無理やりにでも教えてやる。応急処置としてあなたの魔術を一時的に封じさせてもらいました。過剰な魔力はじきに落ち着くでしょう。さあ、これでもう大丈夫ですよ。立てますか、ベルシラック？ああ。何があったか説明できるな。家にあった研究所から見つけた術に手を出したんだ。流脈の力を使って強力な魔法を扱えるようになるって。禁術ですね。禁術？危ない術なんですか？ええ。使用者は膨大な力を手にする代わりに命を失う恐ろしき術です。ちゃんと生きてるぞ。おそらく術がうまく発動しなかったのでしょう。はあ、そうなのか。よかったけどよ、お前本当に困ったやつだな。うるせえ。悪かったな。命を失うことは知らなかったわけではあるまい。ああ、覚悟の上だったさ。力が手に入るのなら。なぜそこまでして才能や力にこだわる？あんたにはわからねえよ。そうか、決まりだ団長。このバカを船に乗せるぞ。勝手を言ってすまんな。はあ？国を出ろってか。つうか
話を勝手に進めるな。任せろ、飯の面倒まで見てやる。拾ってきた犬か俺は。つうか話を勝手に進めるな。私からもグレーンにお願いしてみましょう。ああ助かる。あいつには面倒見ると伝えてあるが、一応正式に頼んだ方がいいだろう。おい貴様フロレンス、ふざけんな、止めろよ。さっきも言っただろう、貴様には教えることが山ほどあるとな。それに国を危機にさらすようなバカをミスミスダルモアに捨ておくわけにはいかん。俺の気持ちはどうなんだよ。おい聞けよ俺の意見なあ。やかましい。行くぞ団長。